先生、真夏いです。ずっと僕の隣にいてほしい、結婚してください。いや、いいプロポーズ。こんな退屈なプロポーズありません。こんなね、退屈なプロポーズあったらもうこの穴もう色塗っちゃう。みんなが小学校の時にやったこの間のところに色塗るやつ、これやっちゃうぐらい退屈。そんな退屈ですか。これじゃ全然インパクトがない。検索したらもう腹立ってきた。才能なし。才能なし。美味しかったね。あ、そうだね。うん。何？どうしたの？今日は伝えたいことがあって。こんな頼りない僕をいつも支えてくれてありがとう。サイには本当感謝してます。4、3、2。あー美味しかったね。どうしたの？あ、いや、何？実は、ごめんなさい、何でしたっけ。ごめんなさい。その後に集中しすぎて今日は伝えたいことがあったんですよね。ごめんなさい、ここ間違っちゃいけないから、そこそこまで集中しちゃって。才能なし。夏とアイスティー、気がさなりです。気がさなり。他にもっと気の利いた季語がある。季語、季語がある。チューブ。ど、顔でごまかすんじゃない。夏といえばね。才能なし。はい、はい、プロポーズされ女。言わないでください。言い方良くない。言い方良くない。言い方良くないな。記号。湘南の風。ちょっと噛む。これはどうだろう。これどうだ。普通すぎる。これはどうだ。笑ってるじゃん。凡人。凡人だった。ちょっとあれかも、俺のちょっと引っ張られてる。かも、ちょっとあれかも。アーティストかぶりだったもん。才能なし。結局、おっちゃんが言いたかったのはこういうこと。これからも僕の隣でアイスティー。すごい。ね、刺さってる。さすが先生。そうでしょ。検索したらもう腹立ってきた。才能なし。オッケーはオッケーだよね。あ、え、ちょっと待って。え、才能なしだから。え、ちょっと待って。オッケーしてくれてたじゃん。まだ落ちてない。まだちょっと待ってくれ。真夏井先生からまだ落ちてない。いやここは、え、私あれ、これからも僕の隣にアイスティー。うまくいかないじゃないですか。今のはそれでよろしくお願いしますでも落ちてた。いいんだよ。サイちゃん、サイちゃん全然悪くない。サイちゃん厳しい。はい、オッケー。落ちにも厳しいじゃん。より一層気合を入れてまいりますのでよろしくお願いいたします。才能なし。余計な言葉が多すぎる。